おー、夜になったらレーザーが光る。すごい、あの名シーンを再現。電力を全部切ってね。そう、日本中の電力を、日本中の電力を、ね、集中。どうですか、ハラミさん、進捗は。ご覧になってください。もういい感じ。おお、いいね。別に黒曜石にしなくてもいいんじゃない。私、どこですか。溶岩でもいいと思いますけどね。溶岩でいいですか。じゃあもう、はい、なんか溶岩の方が美しい気がします。戦争中というか、そのあの時でいいですか。なぎ払いの時でいいですか。まさにまだあの溶ける前、うわ、体胴体作ろうとしてる。すげえ。胴体もでもまだドロドロというか、この完成してないんですよ。そういうことね。むしろ完成してないこの状態ね。そうです。あなたは何作ってんの。それではなんか町のシンプルタワーみたいな。なるほど、素晴らしい。ガラド完成はあとちょっとですね。ゲップ。お、ガルが気づけば外で何かやってる。知った。ガルが完成したらもう終わりでいいよ。いいと思いますよ。完成です。完成。ガルドも完成しました。じゃあ一回ちょっとどこからか集まってスタートしましょうか。さて、そんなわけで、はい、長々ダラダラとやってまいりましたが、一応完成を迎えたということで、皆さんお疲れ様でございます。お疲れ様でーす。じゃあ一個一個の完成物見ていきましょうか。はい、まずはじゃあハラミさんから。あざーす。ハラミさんはオウムを止める巨神兵と核戦争の後の荒廃した世界都市を作りました。おお、巨神兵すげえいい感じ。巨神兵です。なぎ払ってます。ちょっと近くで見ましょうか。口のあたりとかも素晴らしいですね。まだ完成し、あ、口は鉄格子で作ったんだ。わあ、すげえ。ドロドロの段階の、すげえ。この手がさ、大地に対してこんな感じで伸びてる感じとかもすごいリアル。そうなんですよ。遠くから見てもね、全然やっぱりいい。あと体がデロデロな感じっていうのもまた素晴らしいね。うん、まだ完成しないというか。おー、本当だ。目の中にハラミさんいる。その他が、荒廃した町、都市か。この核戦争の後の残骸だけどね。ですね。廃墟となったビル群。そうです。これはすげえ。本当もっと作りたかったんですけど。ハラミさん、お疲れ様でーす。次私行きましょうか。行きましょう。私でございますけれども、ちょっと第何市とかはちょっとわからないんですが、はい、市と、はい、その前にオウム。オウムね、まずね。まずオウムから行こうかな。まず村井さん、オウムをね、うん、ちょっと視界をこうして、はい、こちらオウムでーす。おー、オウムだ。触手の部分は鉄格子でーす。はーい。1回見にやった TNT はそのままなんですね。はい、あれそのまま残してあります。はい、オウムです。はい、そのもの、青き衣をまといてのところはちょっと省略させていただきました。はい。で、横にいるのが、エヴァンゲリオンの使徒、多分第6ぐらいの使徒です。はい。ピラミッド型で、地下にあるネルフ本部に、レーザーを照射しております。はい。と同時にですね、本来角から出したかったんですけれども、ちょっと妥協して真ん中からレーザーを打っていて、はい、このレーザーの先には綾波レイがいます。ダーン。で、レーザー止めてますね。こういうやつなんだ。で、ちゃんとここに人造人間エヴァンゲリオン初号機もいます。はい、いますね。人造人間初号機はね、はい、初号機はいるんですね、ここに。あれ、もう一体置いといたら逃げちゃった。そうですね、いないっすね。いないな。アヤナミはいないっすね。アヤナミレイです。アヤナミはいない。これがアヤナミレイと怒り信じです。はい。ここで、こんな時どういう顔したらいいのかわかんないの、笑えばいいと思うよっていう会話が繰り広げられております。そうです。碇玄道さんの、面影を、見たりしています。はい、ありがとうございます。で、そんな中ちょっと戻りまして、はい、ここからちょっと地下に、はい、ネルフ本部に、ネルフ本部に行きたいと思うんですけれども、はい、この溶岩ドロドロがネルフ本部に直撃してまして、はい、ネルフ本部崩壊気味です。襲われてるんですか。あれ、なんか壁ぶっ壊れてる。なんで、すごい、なんかがあってぶっ壊れたんだ。それはだから多分あれでしょ、なんかぴょんぴょん跳ねてんのかな。なんすか、緑色の、スライムというものを放ってみました。かわいいな。はい。で、これネルフ本部なんですけれども、ネルフ本部の中、一応ベッドもありまして寝泊まり可能でございます。おお。ただ溶岩がもう浸食してまして、はい、もうどこもかしこも、またネルフ本部入れる。はい、ネルフ本部入れます。入り口もちゃんと別で作ってたんですけれどもね、溶岩を流した瞬間にいろいろが崩壊しました。もう本当だ。わわわ、すごい。はい、じゃあガル、はい、ラストだぜ。じゃあガルはちょっとアトラクション風に紹介をしたいので、うん、今これトロッコに乗っていただきたく、右クリックで乗って W で前に行ってもらえれば、あの、どん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 、ハラミさん行くとですね、そのままどうぞ乗ってください、乗ってください、乗ってください。じゃあ前進めます。はい、進んでください。無人のトロッコ
まあ、進むとですね、あの奥には鳥をご用意しました。初詣ですね、これから我々が。そうです、ぐるーっと行って、まあ来年はね、いろんなことがあるだろうと、深く潜って、深く潜ってですね、こう鳥がいるわけですよ。卵産んでる。動くかな。おお、すげえ。動くかな。よし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 。はい、はい、今年もお願いします。はい、お願いします。お願いします。どうですか、一周できるんだ。そうです、一周、鎌倉の大仏みたい。あえて一周させました。で、ぐるぐる回って月がそのまま、すごい、はい、上に行くように、しました。ダダダダダダと、おお、下がってくるよ、はい、ぐっとね。これ、花火さん殴ったらどうなるの。あ、殴ってよ。あ、ごめんなさい、置いてから。俺、降りたじゃん。あ、村井さん、トロッコ1個置いときます。あ、戻ってる戻ってる。なんでなんで戻ってるの。村井さん、村井さん、ちょっと、なんで戻るの。ちょっと、村井さん、マックス村井、ちょっと、村井さん、マックス村井、イエーイ。ちょっと待って、なんで俺が戻るんだよ。あれ、もう一回出る分にヒュー、あれ、もう一周だぜ。ちょっと待って、トロッコ、トロッコ、ちょっとトロッコ、ちょっと、さっきハルミさんを殴った時に、はい、あの同時にあのどこかで線路が分断されました。なるほど。まあ、じゃあそれを登っていくとですね、また地下に潜るように設置しております。ループだ。はい、ループしましたよ。ループするようにしてて、はい、本来ここをガラ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 ってガラ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 っていって、ガラ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 、はい、で、みんなの建造物を見つつ、はいはいはい、また下にジャンプするんですよ。あ、ピョーンってジャンプするんだ。そうです、そしたらそこに、あ、ちゃあれしなかったか、着地は。まあ着地をして戻ってきましたよで終わりですね。で、ここでまたぐるぐるぐるって一周で行ってもいいしっていう感じですね。すげえ。そんな感じでございます。はい、お疲れ様です。鳥年だからさ、はい、あそこ行こうか。あ、鳥行きますか。鳥、あ、今村井さん押してあげます。押してください、はい、入ってらっしゃい。じゃあ鳥のところで締めましょう。なんだかんだで結構頑張りましたね。初日の大半の時間が、あの地下帝国というか地下空洞を作るための時間に割かれたっていう、あの無駄な時間の使い方、はい、あれちょっとやばかったですね。すんと。さあ、そんなわけで、はい、2017年も1年間よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年は鳥年です。はい、私鳥年で年男です。はい、頑張ります。待ってください。みんな集合できるかな。来た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 。めっちゃ向かってます。はい、来てください。私も多分大丈夫です。頑張って、ハラミさん合流してください。あ、ハラミさん、こんにちは。あ、いた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 。じゃあ、3人で締めましょうか。はい、干した。はい、それでは皆さん、2017年もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ますます。で、引き続き毎日19時にマックス村井チャンネル前から動画が公開されます。マイカラチャンネルもお願いします。マイカラチャンネルの方もガルが前からやってま す, お願いします。よろしくお願いします。さよなら。花見さん、お手振って。いまーす。花見さん、お手振って。ほらたーん。はい、さよなら。おお、空から